最近、新型コロナウイルスに感染した人のうち、軽症者や無症状感染者の受け入れをしているホテルの話を聞くようになりました。この状況下で、そういう受け入れをしていただいているのは、病院の医療崩壊を避けるためにも良いことだと思います。海外では、日本のサービスに感動したというエピソードが多いのですが、今回は、そのホテルでのよくあることで、海外で500万再生されたお話を紹介します。紹介元はこちら。アメリカ出身であるテレビ司会者のジェームスさんが都内のホテルで撮影した映像からです。ホテル滞在中、トイレに携帯電話を置き忘れてしまったジェームスさん。紛失から1時間後にホテルのフロントを訪れ、スタッフさんに尋ねるのですが、確認から戻ってきたスタッフさんの手にはジェームスさんのスマホが。ジェームスさんの口からは思わず笑みがこぼれ、この街が大好きだよ。これが伝説になるほど有名な日本の誠実さなんだね、と喜びを表現しています。この動画は再生数500万回を超えるほど大きな反響を呼んでおり、驚きの声や体験談などコメントも殺到しています。海外の反応。結婚指輪を飛行機の中でなくした時に、なんと翌日に帰ってきたんだよ。日本人が大好き。日本が大好き。日本社会の誠実さは完全に私の想像を超えていました。大阪に住んでいる妹が自宅が火事にあった。急いで家に戻ったら、貴重品は消防士が全部回収してて、プラスチックの箱の中。ダメージは一切なかったらしい。私の友人は2回も電車で財布を落として、なんとその2回とも戻ってきた、かっこ笑い。でも、そういうことは日本では普通だからね。ラーメン店にヘッドホンを置き忘れて店から出たとき、お店の女性が走ってきて届けてくれたときは感動したよ。銀座にあるお店でスマホを忘れたときに、閉店から10分くらい過ぎてたのにもかかわらず、持ってきてくれたよ。日本人の礼儀正しさは、比類のないレベルだよ。娘が横浜のストリートで携帯電話を落としたときは、近くの交番に届けられてた。その時は、日本人の誠実さってすごいって思ったなぁ。僕がバイトしてるお店のオーナーが、中国人のお客さんが忘れていった傘を保管してた。2年後にやってきた時に返したんだ。あれは、本当に素晴らしい瞬間に立ち会えた。日本でなくなっちゃうものは、唯一傘だけだね。私の感想。私も、よく以前出張に行っていた時に、ホテルで物を忘れていましたが、連絡すれば大抵は帰ってきました。その時は、チェックイン時の住所に着払いで送ってもらったりもしていました。今思えば、そういうことは海外ではできないのかもしれないですね。しかし海外で500万再生とは、それだけサプライズなんですね。